れ？なんだ？よし。攻略会議を始めましょう。どうかな？うん！頼むな。それではボスの攻略に向かいましょう。Thank you.
緒に攻撃だ。まだクリアではないよ。やあ、キリト君、ごきげんよう。あなた。キリト君、よくも僕の研究を邪魔してくれたね。本当に参ったよ。君が嵐に荒らしてくれた実験結果、キリト君はあの研究の偉大さが分かっているのかい？やれやれ、僕の世界的快挙がこんな低能に妨害されていたとは全く腹立たしい限りだ。僕の研究がどれほどに偉大か、君にも分かるように説明してあげよう。人は楽しいと思ったり辛いと思ったり、いろいろな感情があるだろう。例えば戦争は怖いよね。どんなに訓練をした兵士も死を前にすると恐怖で思考が鈍ったり動けなくなってしまう。では、恐怖で塗りつぶされた兵士の感情を喜びで満たしてやるとどうなると思う？飛び交う銃弾の中に身を置くことを何よりの喜びと感じ、進んで危険な任務を果たそうとするようになる。
軍にとってこれほど使える兵士はないだろう。どうかな？僕の研究の偉大さに気がついたかい？実際にそういった実用に向けて接触してきている国が複数あるんだ。しかし向こう側では人体実験なんてそうそう行えるはずもなくてね。研究が思うように進まずやきもきしているときにちょうどいい環境を見つけたんだ。その上全員が脳を操作するための電子パルスを発生させるナーブギアをかぶっているんだ。つまりこの世界は僕の研究にとって最高の実験場なんだよ。だが実のところこの世界に来てしまったのは事故でね。このゲームと他のシステムをネットワークで接続させるテストを行っていたら急に知らない場所に転送させられてね。そこがニュースで騒がれている SAO の中と知った時にはさすがに焦ったよ。事故でもなければこんなわけのわからないデスゲームに誰が好き好んで入ってくるものか。僕はこの SAO の統括者だよ。カヤバなんてこの事件が始まった時から失踪中だよ。そして SAO を開発したアーガスはすでに解散。現在は我々レクト社のフルダイブ技術研究部門がこの世界の維持を請け負っている。そう、君のお父さんが経営している会社だよ。アスナ。よ
ひょっとしてあなたは須郷信行？ようやく気がついたのかい？ええ、何回か会ったことがある。フルダイブ技術の権威ある研究者の一人で、茅場明彦に次ぐ実力を持っているとか。まったく、茅場明彦に次ぐか。確かに今までに幾度も茅場と僕は技術研究において比べられることがあった。その度に奴は僕の一歩先を行っていた。だけどそれももう終わりだ。茅場は失踪して、現在は生きているかどうかもわからない。築き上げた名誉もこの事件で完全に失った。今やフルダイブ技術研究者で僕の右に出る者はいないんだよ。さらに僕は茅場の作ったこの世界を支配し、名実ともに奴の上に立つんだ。この世界を支配するって一体どういうこと？その通りだよ、キリト君。スーパーアカウントと呼ばれるものでね、開発者のみが使用できるアカウントなんだよ。事故でこの世界に引きずり込まれたものの、スーパーアカウントがそのまま継承されたのは幸運だった。犯罪防止コードが発生しなかったことや、人を強制的に転移させるアイテムを持っていたっていうのも。これだけのステータスがあれば、このゲームを終わらすことも余裕だろ。この世界にいるプレイヤーたちで一通り実験を済ませたら、僕自身がこのゲームを終わらせる。
そうすれば自らデスゲームに飛び込み人々を救った英雄として、さらに僕は注目されることになるだろう。そうとも、その中にアスナがいるのを知った時は驚いたけどね。それは無理な話だよ。なぜなら君たちはここで死んでしまうのだからね。君もつくづくバカだね。できると思っているからこうして君たちの前に現れたんじゃないか。さあ、攻略組の皆さんにプレゼントだ。受け取ってくれたまえ。くれたかな。スーパーアカウントを使ってここにいる全員に麻痺属性を発生させたんだ。君たちは一定時間まともに体を動かすことはできないよ。どうだい、これがこの世界の支配者の力だよ。そうそう、アスナ、君は殺したりはしないから安心してくれ。まあ実験が終わるまではどこかに閉じ込めておくことになるけどね。現実の世界では君が眠り続けている間に僕と君とが結婚するように話が進んでいる。何を言っているの。結婚が成立すれば君のお父さんの会社であるレクト社は僕のものになる。もちろんそんなことになったら君は拒絶するだろう。でも僕の研究が完成して君の感情を操ることができれば拒絶どころか喜んで僕を受け入れてくれるだろう。心も体も僕のものというわけだよ。
さて、長話もここまでだ。それでは、君たちの最後の相手は、こいつにやらせるとしようかな。